はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、カレーを作ります。またこう自分が食べられへんものを作るというのはね、結構苦痛なんですけども、まあでもね、家族のためにカレーを作るんですけどもね、そのね、まあ、ただただいつもね、僕が料理する料理動画なんですけども、今日もね、ただただ作るわけじゃなくて、まあ、そのね、カレー入れる前の食材で、流動食を今日もね、作っていきます。でもね、そのカレーってじゃがいもでしょ、人参、玉ねぎで鶏肉じゃないですか、まあ、この4つで流動食はまあやったんですよ。なので今日はここにキャベツとほうれん草でも入れてみようかなって思います。それで多少はね、また前回とは違った味になるんじゃないかなとね、思うんで、それでやっていきたいと思います。あとそれとね、今日はね、新しいアイテムをね、手に入れたんですよ。それをね、また後でお見せしますんで、じゃあ今から作っていきます。はい、ということでね、今からカレーを作っていきます。さあ、材料はこちらでございます。玉ねぎ、人参、じゃがいもで、鶏肉、鶏肉をね、もう切られてある鶏肉があるんで、これをね、ぶち込んでいきます。あとね、バーモントカレー、甘口でございます。子供がね、いてるんでね、僕も甘口好きなんですけどね、僕食べられへんからね。はい、まずじゃあ野菜から処理していきます。まずは、人参ですね。人参の皮を剥いていきましょう。さあ、人参をね、今度は切っていきますね。人参は火が通りにくいので、人参から切って、今日もね、チンしていきますのでね。まあ、カレーなんでね、焼きそばのように細かく切る必要はないんで、まあ、でも火が通ればね、いいだけなんでね。僕もね、食べれる時は野菜がゴロゴロしたカレーの方がね、好きだったんですけども、まあ、今となっちゃね、いつ食べれるんでしょうかって感じなんですけども、でもまあ子供が食べるんでね、食べやすい大きさには切りますね。人参が切り終わりました。これね、今までこのままね、耐熱蓋で蓋してチンしてたんですけども、ちょっと水を入れてなんか蒸し焼き的な蒸す感じにした方が火通りやすいってことをね、最近知ったんですよ。なのでちょっと水を足しますっていう感じで、これぐらいでいいと思うんですけどね。やっていきましょう。さあ、その間にじゃがいもを剥きます。じゃがいもも洗わないとね、ダメですね。よし、じゃがいもの皮を剥いていきます。じゃがいもできました。ちょっとね、人参が終わってからまたチンするんでね、その間に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎも皮むかなあかんかな。ちょっと置いとこう。ちょっと置いときます。じゃあ、ああいうのね、お水を入れてちょっと蒸す感じにして、お皿、お皿、お皿。
兄貴、できました。結構多いな、大丈夫かな。まあいいでしょう。よし、じゃあ次はね、よし、はい、できました。はい、では鍋に、油をひいて野菜を炒めていきます。飴色になってきました。見えるかな。全然見えへん。焦げる焦げる。他の野菜をぶち込んでいきます。人参入れて、じゃがいも入れて、ちょっと弱火にして、その間に肉をチンします。お肉もね、チンして余分な油を取って入れるとアクが出にくくなるんでね、その方が美味しいカレーができますんでね。まあ僕は食べれませんけど。よし、肉が出来上がるまでね、蒸らします。よし、はい、肉が出来上がりました。これをいらん油を切って鍋に入れていきます。いらん油めっちゃ出てますわ。よし、お水を入れます。よし、浸るぐらいでいいか。再加熱。さあ、沸騰させます。沸騰させてる間にね、キャベツ、ほうれん草、そして、この前のお鍋の残りの野菜を、チンして火を通していきます。で、洗いましょう。ほうれん草もね、一房ぐらいいきましょう。じゃあ野菜もチンしていきます。うまそう。いい感じですね。美味しいやろうな。あとはね、カレーを入れるだけなんですけど、その前に野菜をね、僕の食べる分を取っとかないといけないんでね、先に野菜を取っときましょう。お肉ももらおうかな。お肉はいいか。僕の晩飯なんでね、これね。よし、野菜が茹で上がりましたよ。茹で上がってください。チンしました。これを出ます。入れてよく混ぜて。あー、でもこれはこのままで食いたいな。でも今日は違います。先にカレーを仕上げますね。まあ、ルー入れるだけなんですけどね、あとはね。よし、出来上がり。完成しました。これを置いといて、さあこちらをやっていきます。このまま食べてもね、美味しそうなんですけどね、今日はね違いますよ。新しいアイテムを手に入れました。それがこちらです。ブレンダーでございます。あのね、もうね、ミキサーを出してね、洗ってするのがね、ちょっとね、めんどくさかったんですよ。で、古いミキサーやからガラスやしね、重いんですよ。でもこいつやったらね、これを突っ込んでボタンを押すだけで混ざってくれるんで、でね、お皿とこれだけ洗ってるわけでしょ。なので今からこれを、こいつをブレンダーでブレンドしていきます。の前に、牛乳を入れます。僕の大好きな牛乳でございます。
よし、これで水分 OK。 皆さんに見てもらうために、さあちょっとアングルを変えてブレンドしていきたいと思います。いきます。あら、これは楽ちん、全然軽いし超楽、すごい色、めっちゃ速いし、めっちゃ楽、めっちゃ簡単。なんでもっと早く気づかなかったんだろう。もういいや、完成でしょう。さあどうでしょうか。あ、椅子椅子、よし、ではいただきます。野菜は、キャベツとほうれん草と、お鍋の残りやから白菜入ってるし、しめじか入ってるし、ね、ネギも白ネギも入ってますし、でカレーの野菜でしょ、で牛乳と、見た目これも青汁ですよね。こんな感じです。いただきます。ないかな、熱い、それ熱いっちゃうんだ。あー、うん、うまい。あ、今日はね、玉ねぎの苦さとかが弱まってますわ。他に野菜混ぜたからかな。でも前はこんなにね、緑してなかったんですけども、やっぱほうれん草の力って強いんかなと思いますね、キャベツとね。あー、これはうまい。最高です。全然口も痛くないです、本当に。これは正解ですね。火を通してね、ほんま今日は野菜と、牛乳だけ入れてねやったんですけども、もうお肉を入れてなかったからちょっとあの粒粒感とかはないですね。前はお肉とかも入れてね、やってたんで、野菜でこうやってねミキサーでするときは豚肉とか入れてたんで。あ、そうそうそう、焼きそばの時ね、焼きそばの時でもしましたよね。その時はすごい玉ねぎの味がすごくて、で豚肉の感じのタンパク質の口に当たる痛さとかもあったんですけど、今日はほんまに野菜オンリーなんで絶対体にいいですわこれ。さあもうすぐね子供が帰ってくるんで、あとはカレーを食べてる横で僕はこの緑色のペースト状の流動食を食べていきます。ごちそうさまでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。